ブも最高だったわね。うん、本当に最高だったね。お客さんも笑顔で、かぐみたちも笑顔。今日も笑顔がいっぱい見れたライブだったね。うん、すっごく楽しかった。新曲も大盛況だったね。美咲のクラスメイトたちも楽しんでいてくれたかな。あのさ、みんなごめん。勝手にライブ決めてすごく無茶言って、そのみんなに負担かけたけど。ん？なんでミシェルが謝るのかしら。いや、だからって、まあいっか。ううん、美咲ちゃんからみんなに伝言だよ。ライブ勝手に決めちゃったけど、一緒に頑張ってくれてありがとうって。あと美咲ちゃん、ハロハピのこと前よりずっと大切だって。あれ、こんなこと言うはずじゃなかったのに。美咲ちゃん、ミシェル、美咲の気持ち伝えてくれてありがとう。でもそんなのお礼を言われるようなことでもないわ。美咲が笑顔にしたい人がいたのなら、その人を笑顔にするために一緒に頑張るなんて当然じゃない。私たちは一人の力じゃなくて、みんなで世界を笑顔にするんだから。ああ、そうだね、心ちゃん。みんな、そっか、私の中でハロハピって思ってるよりずっと大切だったんだ。変わった原因はきっと大切なものがあるから。おや、誰かな。みんな笑顔になれたかしら。私たち世界を笑顔にする活動をしているの。世界を笑顔にってね。子猫ちゃんたち、私たちのステージ楽しんでくれたかい。ありがとう。私たちの舞台は君たちと一緒に作っているんだ。私が素敵に見えたのなら、そう、それは君のおかげかもしれない。おお、君は松明に輝き方を教えている。開かないね。よかったね、美咲ちゃん。うん、なんていうか、その終わってみたらいつも通りなんだけど、あの子たちがハロハピを知って笑顔になってくれたのはよかったかなって、誘った甲斐があるっていうか。うん、笑顔になってる。そういえば、あの MC 私聞いてなかったんですけど。あれは心ちゃんが美咲ちゃんの思いをみんなに伝えたいからって。私の思い。うん、珍しく美咲ちゃんが自分の思いを伝えてくれたから、ステージに立たない美咲ちゃんの代わりに届けようって。美咲ちゃんがミシェルだって今でもわからないみたいだけど、やっぱり美咲ちゃんの思いが聞けたのすごく嬉しかったみたいだよ。あの日美咲ちゃんの変化に気づいたのは私だけじゃなかったね、カノンさん。あ、そういえば美咲ちゃん、自分がミシェルってこと。あー、それなんですけど、やっぱやめときます。あの笑顔を見てたら、私がミシェルかどうかなんてすごい些細なことだなって。あの子たちが偏見なんかなくてハロハピを見てくれた、それでハロハピのステージを楽しんでくれたみたいだから、それでいいや。そっか、
それにこの説明するの結構めんどくさいですからね。